皆さんこんにちは。文部科学省初等中等教育局主任史学官の長尾篤です。これは独立行政法人教職員支援機構がオンラインでお届けする校内研修シリーズ新学習指導要領に対応した学習評価小中学校編です。この教材は校内研修の参考資料として作成しております。児童生徒の学習評価について校内で研修を行う際の資料としてご活用いただけたらと思います。本日は国立教育政策研究所が作成した学習評価のあり方ハンドブックを使用しながら進めたいと思います。お手元のスマートフォンなどで画面の二次元コードを読み取ることができます。国立教育政策研究所のウェブサイトからダウンロードする場合はこちらのページに PDF ファイルを掲載しておりますのでご利用ください。本日はご覧の目次に従って説明してまいります。それでは早速講義に入っていきましょう。そもそも学習評価とは何かを確認します。学習評価は学校における教育活動に関し児童生徒の学習状況を評価するものです。児童生徒にどのような力が身についたかという学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図るとともに児童生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするためにも学習評価のあり方は重要であり、教育課程や学習指導方法の改善と一貫性のある取り組みを進めることが求められます。言い換えると学習評価は学習指導要領が実現を目指すカリキュラムマネジメントの推進や主体的対話的で深い学びの視点からの授業改善において重要な役割を果たします。カリキュラムマネジメントの PDCA サイクルのチェックの部分では児童生徒の学習状況等を評価し、その結果をアクションにあるような授業や指導計画等の改善に生かす、つまり児童生徒の学習の改善や教師による指導の改善につなげることが大切です。さらにこうした改善を踏まえてプランにあるように各種指導計画が作成され、 Do にあるように指導計画を踏まえた教育の実施がされていくといった好循環を生み出していくことが大切になります。また主体的対話的で深い学びの視点からの授業改善を行う上でも学習評価は重要な役割を担います。日々の授業においても教師が自らの指導の狙いに応じて児童生徒の学習を振り返り、児童生徒の学習や教師による指導の改善の充実を図るといった指導と評価の一体化を進める必要があります。特に主体的に学習に取り組む態度の評価にあたっては、例えば児童生徒が自らの理解の状況を振り返ることができるような発問の工夫をするなど、授業改善を図る中で適切に評価できるようにすることが重要です。しかし学習評価の現状には課題も見られます。ここでは評価に戸惑う生徒の声として高等学校3年生の生徒の声を紹介しています。この生徒は先生によって観点の重みが違うんです。授業態度をとても重視する先生もいるし、テストだけで判断するという先生もいます。そうするとどう努力していけばよいのか本当に分かりにくいんですと言っています。他にも学習評価の現状においては評価の結果が児童生徒の具体的な学習改善につながっていない、教師が評価のための記録に労力を割かれて指導に注力できないなどの課題も見られます。そこで平成29年に公示された学習指導要領の下での学習評価については、児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと、教師の指導改善につながるものにしていくこと、これまでの慣行として行われたことでも必要性妥当性が認められないものは見直しをしていくことを基本として改善するという方向性が示されました。では次に学習評価の基本構造について説明します。まず今回の学習指導要領の改定の考え方について確認します。この資料にある通り、今回の改定では何を学ぶかはもちろん、何ができるようになるかやそのためにどのように学ぶかまでを見通したものとされました。何ができるようになるかについては学校教育法第30条第2項をもとに
知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、そして学びに向かう力、人間性等といった育成を目指す資質能力の3つの柱に整理されました。実際の学習指導要領の規定についても、この資料に示す新学習指導要領と平成20年に公示された学習指導要領を比較してもお分かりいただけるように、新学習指導要領においては目標と内容の記述が資質能力の3つの柱の考え方を踏まえて再整理されたものになっております。このように各教科等で何を学ぶのか、それにより児童生徒にどのような資質能力を身につけさせるのかを明確にしたことにより、児童生徒にどういった力が身についたかという学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図る指導と評価の一体化の実現が期待されています。学習指導要領の目標や内容が資質能力の3つの柱に基づき再整理されたことを踏まえて、観点別学習状況の評価の観点についても、それまでの4観点から3観点に整理されました。各教科における評価の基本構造をまとめたものがこちらの図になります。各教科における評価は、学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして、学習状況を評価する目標に準拠した評価として行います。目標に準拠した評価は、集団内での相対的な位置づけを評価する、いわゆる相対評価とは異なるものであり、この点も改めて確認したいポイントです。では次に、学習評価の観点について一つずつ説明していきます。まずは知識技能の評価についてです。これは個別の知識技能の習得状況を評価するとともに、それらを既有の知識技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習や生活場面でのも活用できる程度に概念等を理解したり技術を習得したりしているかなどを評価するものです。評価に際しては、例えばペーパーテストでは事実的な知識の習得と知識の概念的な理解と主題のバランスに配慮する、文章で説明をさせたり、式やグラフで表現させたりするなどの場面を設けるなどの工夫が考えられます。次に、思考判断表現の評価についてです。これは知識及び技能を活用して課題を解決するなどのために必要な思考力、判断力、表現力等に関わる目標や内容の規定を踏まえ、各教科等の特質に応じて評価するものです。評価に際しては、例えばペーパーテストのみならず、論述やレポートの作成、発表、グループでの話し合い、作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れる、それらを集めたポートフォリオを活用するなどの工夫が考えられます。最後に、主体的に学習に取り組む態度の評価についてです。この観点については、まず資質能力の柱である学びに向かう力、人間性等との関係を確認します。学びに向かう力、人間性等には、あ、主体的に学習に取り組む態度として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と、い、観点別学習状況の評価には馴染まない部分があります。いの観点別学習状況の評価に馴染まない部分には、感性、思いやりなどが当たるとされており、個人内評価、すなわち児童生徒の一人一人の良い点や可能性、進歩の状況についての評価等を通じて見取ることとされております。一方の、あの主体的に学習に取り組む態度として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分は、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身につけたりすることに向けた粘り強い取り組みの中で、自らの学習を調整しようとしているかどうかを含めて評価することとされております。主体的に学習に取り組む態度は2つの側面、すなわち、丸1、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身につけたりすることに向けた粘り強い取り組みを行おうとする側面と、丸2、その中で自らの学習を調整しようとする側面から評価することが求められます。なお、ここでの評価は、その学習の調整が適切に行われているかを必ずしも判断するものではなく、学習の調整が知識及び技能の習得などに結びついていない場合には、教師が学習の進め方を適切に指導することが求められます。
また自らの学習を調整しようとする側面とは、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなどの意思的な側面のことです。評価にあたっては、児童生徒が自らの理解の状況を振り返ることができるような発問の工夫をしたり、自らの考えを記述したり話し合ったりする場面、他者との共同を通じて自らの考えを相対化する場面を単元や題材などの内容のまとまりの中で設けたりするなど、主体的対話的で深い学びの視点からの授業改善を図る中で適切に評価できるようにしていくことが重要です。主体的に学習に取り組む態度の具体的な評価方法としては、ノートやレポート等における記述の授業中の記述や授業中の発言をもとにしたり、児童生徒の自己評価や相互評価等の状況をもとにしたりするなど、さまざまな方法が考えられます。その際、知識技能や思考判断表現の観点の状況を踏まえた上で評価を行う必要があります。ノートやレポート等における記述をもとにする際も、例えばノートにおける特定の記述などを取り出して他の観点から切り離して主体的に学習に取り組む態度として評価することは適切でないことに留意する必要があります。コラムをご覧ください。従来の関心欲態度の観点について、学校や教師の状況によっては、挙手の回数や毎時間ノートを取っているかなど、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていないという指摘を受け、今回の改訂では従来から重視されてきた各教科等の学習内容に関心を持つことのみならず、よりよく学ぼうとする意欲を持って学習に取り組む態度を評価するという趣旨が改めて強調されました。観点別学習状況の評価の結果は評定に総括します。低学年を除く小学校では3段階の評定、中学校は5段階の評定となります。評定は各教科等の観点別学習状況の評価を総括的に捉え、教育課程全体における各教科の学習状況を把握することを可能とするものです。評定が観点別評価を総括したものであることを示すため、指導要録の参考様式における評定の欄について、観点別学習状況評価の欄とは従来離れていたものをその真下に移動するなどの改善がなされております。ここまで各教科の評価に関する話を中心に説明してまいりました。次に特別の教科道徳、小学校の外国語活動、総合的な学習の時間、そして特別活動の評価について説明いたします。特別の教科道徳においては、児童生徒の人格そのものに働きかけ、道徳性を養うことを目標にすることから、観点別評価は妥当ではありません。学習活動における児童生徒の取り組み状況を一定のまとまりの中で、児童生徒が学習の見通しを立てたり、学習したことを振り返ったりする活動を適切に設定するとともに、学習活動全体を通して見取ります。総合的な学習の時間の評価については、総合的な学習の時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で、それらの観点のうち、児童生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などに、その特徴を記入するなど、児童生徒にどのような力が身についたかを文章で端的に記述することとされました。これは従前の総合的な学習の時間の評価と同様です。特別活動における学習評価については、各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で、各活動、学校行事ごとに評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に、丸印を記入することとされました。この評価方法は小中学校においては従前と同様です。次に学習評価の充実についてご説明いたします。まず、学習評価の妥当性、信頼性を高める工夫の例です。先生方からは指導要録の文章記述欄が多く、時間を要している現状を改善する方法や、保護者の理解を得る方法についてご質問をいただいております。学習評価の妥当性については、評価基準や方法について事前に教師同士で検討し、明確にすることや、
評価に関する実践事例を蓄積し共有することなど、学校として組織的かつ計画的に取り組むことが考えられます。指導要領における文章記述欄については、例えば総合所見および指導上参考となる諸事項については要点を箇条書きとするなど、最小限のものとなるようにしております。また学習評価の信頼性については、学校が児童生徒や保護者に対し評価について事前に説明したり、評価結果について丁寧に説明したりするなど、児童生徒や保護者との共通理解を図ることが考えられます。次に評価時期の工夫の例です。学習評価を行うにあたり、日々の授業における児童生徒の学習状況を適宜把握して指導の改善に生かすことに重点を置くことは大切です。このため観点別学習状況の評価にかかる記録は、毎回の授業ではなく単元や題材などの内容や時間のまとまりごとに行うなど、評価場面を精選することが重要とされました。日々の授業において学習指導の狙いが児童生徒の学習状況として実現された状況を示す評価基準を設定し、授業中に児童生徒の様子を評価基準に基づいて観察することは言うまでもなく大切です。しかし記録に用いる評価については、授業で毎時間行うよりも評価する場面を精選することが重要であるということにご留意いただきたいと思います。障害のある児童生徒の学習評価については、ハンドブック裏表紙の Q&A に関連項目を掲載しておりますのでご覧ください。なお別途校内研修シリーズ障害のある児童生徒に対する指導と評価編においても説明しておりますので、合わせてご覧いただければと思います。以上、新学習指導要領に対応した学習評価について説明してきました。国立教育政策研究所では、本日紹介した学習評価のあり方ハンドブックのほかに、この内容を詳細に解説し、また評価の実際について事例を紹介する指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料を作成しました。国立教育政策研究所のウェブサイト上で公表しておりますので、詳しい内容についてはこちらをご参照ください。以上でこの講義を終了します。ありがとうございました。